理算性的価値と論の2回目の授業の補足動画がパート2をやっていきます。で、これはですね、増加動向が停止しない例をここでご紹介すると。今、これページ数、これ49ページ目なんですけども、この70ページ目までずっとこの例の話をしていくということになります。で、これがですね、思いのほかややこしいんですね。思いのほかややこしいんですけども、まあちょっとこういうことをあんまり知られてないと思うので、ぜひここで説明したいなと思って、まあ、補足動画にしますということになります。でですね、まあ、こういう例があります。これ、ツビックの1995年の論文に書いてあるんですけども、この論文自体割と短い論文。短いと言ってもなんか6、7ページぐらいあるかもしれませんけども、短い論文。で、ですね、まあ、まず、そのような例っていうのは昔から、そのフォードとファルカーソンの時代から、まあ、知られていたんですけども、このツビックの論文の、要点は何かっていうと、簡単な例を作りました。まあ、簡単な例っていうのを作っているし、もう一つは、頂点数が一番小さいとか、個の数が一番小さい例っていうのを作ってるんですね。で、まあ、そういう意味でですね、面白いというか、まあ、読みがいはある論文ではあるんですけども、で、そこで出ている例の一つがこれです。で、これ何かっていうと、6頂点あります。で、これはその一番小さな例ではなくてですね、まあ、彼の言葉を仮ではシンプルな例というふうに言ってます。で、6頂点あって、S がここにあって、T がここにあると。S が左上にあって、T が右下にあるという形になっています。で、重要なことがありまして、何かっていうと、これ、今、これ、要領ついてるんですけども、一つこの R っていうのがあります。で、この R がですね、無理数です。で、この R がこれ無理数だってことが重要で、実は、すべての、要領が有理数だったら、この増加動向をこれ必ず停止してしまいます。停止しまいますって言いますけど、停止します。で、だから停止しないためには、これだから無理数があることは必要なんですけども、まあ、それが一箇所だけあると。今、これ R と書いてます。で、R っていうのは具体的にはこれです。2分のルート5マイナス1。で、まあ、この具体的な値っていうのはまあ重要であるというよりは、この R っていうのがこの式ですね。R2 乗イコール1マイナス R っていうのを満たす。ってことが重要です。で、まあ、数値だけ言うと、これ0.62ってことになっていて、他のこの容量は全部これ整数なんですけども、その一番小さな整数1よりもまあ小さい。ただこれは、この R はすごく小さな、実数だと思ってください。ですかね。で、これで、まあ、S から T に流そうとするということになっています。で、そうするとですね、だからまず、例の構成、これでおしまいです。これです。もうこれで今からやっていきます。で、何が、で、これはどういう例かっていうと、まずですね、最大 ST 流を作りましょう。で、そうしたら、まあ、上のところ4流して、下のところこれ4。流して真ん中1流す。ってことは、全部でこれ9流れます。で、これが実は、最大 ST 流になってます。で、なんでかっていうと、まあ、今日の知恵ですね、第2回目の、講義のことを思い出すと、補助ネットワークを作って、S から T に向かっていくような増加度があるかどうかってことを見つければよい。あるかどうか考えればよいわけです。で、実際にこれ今補助ネットワーク作りました。で、補助ネットワーク作ると、S から到達できるのは、S から C には行けて、で、C から D には行けるんだけども、この右側、要はこうたどり着けない、こういう形になっているということですね。ということで、これ最大流だとわかるということになります。で、今から何するかっていうと、このですね、ネットワークにおいて、変な増加度を順番に見つけて、そこに沿って増加させていくってことを続けると、停止しないし、その収束先が、の値が9にならない。もっと小さな値に収まってしまう。ということになります。で、ちょっと、補足するとですね、今、ここにその容量、これ4っていうのがあるんですけども、これは、この4はですね、もっと大きな、整数でも構いません。で、ここの4を大きな整数に変えると、この最大 STU の値も変わります。もっと大きくなります。だけども、今からやっていく、その増加度の選び方に従っていくと、ある、収束先があるんですけども、その収束先の、この最大 ST 流の値の極限っていうのは、ここの容量を大きくしても変わりません。小さなままです。だから、9にも満たないし、もう全然小さい。全然小さいです。で、形で、やってなります。で、そういう意味で、この、本物の最大 ST 流の値と、この、
増加法によってその収束していく、その、ST 流の値の極限っていうのの差とか比っていうのは、どれだけでも大きくできるってことが、この例からも言えます。で、じゃあ実際にどうやってやっていくのかって考えます。で、今ですね、この R っていうのがあったんですけど、これ R ですね。ここに書いてあるこの鍵となる数列になります。これ何かというと、もうまあ AN なんですけども、まあ、N が0の時には1。で、N が1の時にはこの R、先ほどの R ですね。で、N が2以上の時には、2つ前の値、マイナス1つ前の値っていう、こういう、全化式を満たすような数列を考えます。で、まあ、この全化式と解けるんですけども、解くと、実は、この AN っていうのは、AN っていうのは、この R の N 乗になります。R ってこれですね。R の N 乗になります。ですかね。だから、この AN っていうのは、この R が今、1よりも小さいので、AN っていうのは単調減少数列です。単調減少数列で、N が無限大に行くと、まあ、0に収束するような、数列になっていると。で、一方で、これ、AN の和、0から始まって、無限大まで和を取ると、これは、から、この R っていう、なんですか、これ、公比っていうんですかね、公比。公比が1よりも小さいので、これ収束します。で、収束先は1マイナス R 分の1なんですけども、これ計算するとこれ2.63ぐらいになります。で、これ、まあ、先ほどのその容量、ここら辺の容量、4とか、まあ、これに比べて非常に小さいと思ってください。まあ、非常にって言ってください。まあ、小さい。ので、まあ、この性質を後で使っていくということになります。だから、これが4よりも小さいと。で、あと、この R っていうのが、R2 乗マイナス、R2 乗イコール1マイナス R っていう、式を満たす。ってことも使ってきます。はい。で、じゃあ実際に、増加、動法をやってみると。でですね、まあ、はじめ、この、まあ、何も流れてない状況からスタートするというふうにしましょう。この、左に書いてあるのは今これ、状況です。状況です。で、右に書いて、そうか、先ほどちょっと言いたかったんですけども、戻りましょうね。ここら辺、今、要は1なんだけども、1っていうのは、この数列で言うと、A0 になってます。で、こう R っていうのはあるんだけども、R っていうのは、この数列における A1 になってるので、ここの部分、もともと、A0、1だったところは A0 と書いていて、R だったところは今、これ A1 と書いてます。ですよね。で、まあ、この数列を、まあ、うまく使っているということになります。で、右に書いてるのは、この左側に書いてある ST 流の、に対する、補助ネットワークです。で、じゃあこの補助ネットワークにおいて S から T に向かっていくような増加度を見つけるんですけども、まあ、ここで仮にですね、こういう増加度を見つけましょうと。SCBT と、こういうふうにいくと。そうすると、これ A0、これ1でした。ので、ここに沿って、どんだけ流せるかっていうと、1だけ流れます。1だけ流れる。で、じゃあ1流します。1流すと、ここら辺の数値が、A0 になることになります。こんな感じですね。A0 になります。で、そうしたら、今、この状況、今これは ST 流があるんですけども、それに対する補助ネットワークがこれになります。ですかね。今、この4の、余裕量のところに A0 が流れてるんで、順向きには 4-A0 っていう、容量がついていて、逆向きに A0 っていう容量がついていると。こんな形になるわけですね。いいですかね。で、この、補助ネットワークにおいて、また S から T に増加度を見つけるということをします。で、ここで仮にですね、まあ、こんな増加度を見つけてしまったらします。増加です。で、そうすると、ここの上、この、1、2、3、4、5個、個があるんですけども、ようよう見てみると、4、A1、A0、A04 になっているということになります。で、一番小さなのが A1。なので、この、増加度に沿って A1 だけ流せます。だから A1 だけ流すということをします。で、A1 流すと何が起こるかっていうと、A1 だけ、流れの値が増えるわけです。で、今 A1 流しましたと。ですかね。で、今ですね、ちょっと注意しないといけないのは、もともとですね、ちょっと前に戻ると、ここ、A0 流れてたんですね。A0 流れていた。で、この増加度に沿って流すと、A1 だけ流れてるのをキャンセルするわけです。だから、これ、キャンセルすると、ここの個に流れる量っていうのが A0 マイナス A1 になります。これは実は A2 です。なんでかっていうと、この、全化式があるから。
この全可式そのまま書くと何なのかっていうと、A2 イコール A0 マイナス A1 ですね。何を書いてるんでしょう。まあ、そのままなんですけども。ってことなんで、今 A0 を流れてるところから A1 キャンセルすると、この、C から B に向かっている弧に流れる量がちょうど A2 になります。ですか。で、他のところでキャンセルするところはないという形で、ここら辺は A1 流れるということになります。で、こういう形になると。これ A1 流れて、ここ今 A2 流れてる。A1 流れてる。こう A0 流れてる。この形になっています。で、今、この、STU は A0 プラス A1 だけ値を持っているということになります。で、右に書いているのが、今、この状況における補助ネットワークです。ですね。で、この補助ネットワークでまたその S から T に増加度を見つけるんですけども、まあ、例えばこれを考えてみましょう。で、これは、容量が 4-A0、AH、AH4。ってなっていて、A0 これ3で、A01 でしたから、4-A0 これ3です。だから A1 の方がこれ圧倒的に小さいと。A1 はこれ R ですね。R1 にも達しませんから、だからこの増加度に沿って A1 だけ流せますということになると。で、このところに A1 だけ流して、この STD を増加させましょうということになります。でそうすると、まあ、この S から C に、向かってる項の上は A0 プラス A1 だけ流れるということになります。ですかね。で、ここはですね、A1 プラス A2 だけ流れると。そんな感じになると。ですかね。で、こんな感じになると思います。で、今、A1 プラス A2 だけ、ここ流れるって言ったんですけども、これは A0 なんですね。なんでかっていうと、またこの 全化式だから、これ全化式は書き直すと A2 イコール A0 マイナス A1 でしたから、だから、A1 プラス A2 は A0 です。ですかね。ですかね。という形になっていると。いいでしょうか。ということで、こんだけ今流れているということになります。で、ですね。じゃあ今、この右に書いているのは、今の状況の、補助ネットワークです。で、この補助ネットワークを見て、また S から T に向かっていくような増加度を見つけるんですけども、例えば仮にこういう増加度をまた見つけたとしましょう。なんかこれさっき見たような増加度ですね。で、今、この中で、一番小さな容量は A2 なので、この増加度に沿って A2 だけ流せます。で、流すってことをするわけです。ですかね。で、そうすると、ここ今 A1 流れてるところに A2 付け加えるので、この、上のところに流れる量はこれ A0 になります。先ほど言った通り A1 プラス A2 は A0 だから。そうですね。だからこれは今 A0 になります。で、真ん中のところですね、ここ。これ A0 がだけ左から右に流れてるんだけども、A2 右から左に流すんで、ここの流量っていうのは A0-A2 になります。で、これは、何なのかというと、これは A1 ですね。なんでかっていうと、やっぱりこの全化式ですね。この全化式そのまま書くと A2 イコール A0-A1 ですから。ですよね。そこからこれ得られますね。ってことで、今、もともとは A0 流れてるんだけども、この、引き戻すことによって、この真ん中の弧の上に流れてる流量が A1 になります。はい、で、ここは今 A1 流れてるんだけども、A2 余計に流れることによって、ここに流れる量はこれ A0 になります。ですかね。これ、ここの式ですね。で、それはですね、ここもそうですね。A1 流れてるところに A2 増えますから、ここ A0 になると。いう形で、次のページ。こういう形になると。いうことになります。そうか。で、先ほど今 A0 っていうふうにここら辺言ったんですけども、ちょっと後の都合上、ここに書いてあるような、記法を導入します。記法を導入します。で、これ何かっていうと、これ今これ S2 って書いてるんですけども、これ S2 と書いたら、SN と書いたら、AI を i が1から n まで足したもの。だから S2 と言ったらこれは A1 プラス A2。であるというふうに思ってください。ですか。で、まあ、これは先ほど言った通り、これ A0 に等しいんだけども、ちょっと後の都合上、これ S2 と書くことにします。S2 と書くことにします。ですかね。で、ちょっと後で使うので、ちょっとこの下の記号も、導入しとくんですけども、SN のこの右肩に O と書いたら、この数字が奇数のとこだけを持ってきます。ということにします。だから、例えばこれ S5 っていうのがあったら、これは、H プラス、S5O っていうのがあったら、H プラス A3 プラス A5 だと思ってください。そうです。で、ちょっとこれ注意なんですけども、
この n は奇数である必要ありません。だから S6O と書いたら、これも同じように A1 プラス A3 プラス A5 です。で、この添え字が6になるまで続けるというふうに思ってください。で、同じものが偶数版もあって、偶数の場合はこれ O じゃなくて E と書いてると。なんでかっていうと、偶数は Even、ナンバー。で、奇数 Odd、ナンバー。だから、まあ、O と E という形で書いてるというふうに思ってください。はい。ということで、まあ、これは今、新しい記法なんですけども、で、今、このですね、左側のような状況における、STU があって、右のような、その時に右のような補助ネットワークが得られます。はい。で、ここでですね、また、増加度を見つけるんですけども、まあ、仮に、まあ、こんなような増加度を考えたとします。で、そうするとですね、この、4つのこの中で、容量が一番小さいものを持ってくると、これ A になるので、A にだけ流せると。ということになります。で、こう、まあ、A に流してあげるということをするわけです。そうすると、まあ、これ、真ん中のところ、またこれ A1 プラス A2 になるので、これ真ん中のところ、これは左から右に向かって A0 だけ流れるということになったりします。ですかね。で、ここの部分は、今 A0 だけ、C から D に向かって流れてるんだけども、A に戻すので、この C から D には A1 だけ流れる形になります。っていうような形で、更新されます。この形になります。ですかね。この形になります。いいでしょうか。で、これに対応するような、補助ネットワークが得られるという形になりますね。で、これで、注目するのはですね、ここに A3 っていう容量が出てきてます。これなんでかっていうと、今、容量が A1 であるような、この上に A2 だけ流れてます。ってことは、これ順向きには、あとどれだけ流せるかっていうと、これ A1 マイナス A2 だけ流せるわけです。で、これは、この全可式から A3 と等しいということになるわけです。いいですか？で、この A3 をですね、うまく使うような、まあ、うまく使うというか、使うような増加度を選んでしまうと、まあ、困っちゃうわけです。だから、あんまりこの、増やせないわけですね。流量を。ST 流の値を。で、まあ、実際に、まあ、こういうような、増加度を選ぶと、そこで流せる量が A3 にしかならないということになります。で、じゃあ A3 流しましょうということになります。で、流すと、まあ、こんな形になると。今ですね、ちょっと戻りますけども、今これ、S2 っていう量だけど、今流れてるわけです。これ S2 って何だったかって言うと、A1 プラス A2 です。で、そこに A3 だけ増えると、その後ではこれ S3 流れるという形になります。ですかね。で、この左の方、ここになんか S3O ってあるんですけど、これは先ほどの記法で言うと、A1 プラス A3 ですね。これですね。なわけですけども、これもともと A1 だけ流れていたんですね。前のページ。もともと A1 だけ流れてたんだけども、A3 だけ増えるので、S3O、A1 プラス A3 だけ流れているという形になるということになります。ですかね。で、まあ、この状況で、また、補助ネットワークを使って、作って、増加度を見つけますと。で、この時にはですね、またこの A3 があるので、これをなんか使ってしまうような変な増加度を使ってしまったとしましょうと。まあ、こんな感じですね。そうするとまたこれ A3 しか増やせませんということになります。で、まあ、A3 だけ増やしてあげるということをこれに沿ってやっていくと。で、そうすると、まあ、ここまた A1-A3 っていうのが出てきて、これまあ A2 になるんですけども、まあ、そんな感じになっていくということですね。で、こうなりますと。はい。ちょっとここら辺のなんか細かい数値は実は、まあ、ここら辺の数値はあんまり実はどうでもいいんですけども、だから今 A3 だけ増やしました。で、ポイントの何かっていうと、今です、ここにですね、A4 っていう容量があります。で、次ですね、この A4 っていう容量をだけしかふ、え、A4 だけしか流せないような増加度を選んでしまうと、その増加分がですね、すごく小さくなってしまうから困ってしまうということになります。で、実際はこういうのを選んでしまうと。選んであげると。で、そうすると、これに沿って A4 だけ増やせるという形になります。で、A4 だけ増やすと、まあ、こんな形になると。これもですね、もうこれ細かいのを追ってるのは割と大変なんですけども、まあ、こんな形になると。で、そうするとですね、またこの辺にですね、まあ、A5 とかって、またもっと小さいですね、容量の、この個っていうのが、補助ネットワークにできてきたりします。で、まあ、すぐさまこの A5 っていう容量を持ってる個を使うわけではないんですけども、まあ、今、次は、これですね。この A4 っていう容量を持ってる子がまだあるので、まだというか、これを使うような形で流すというふうにします。で、こういうのを繰り返していくんですね。
で、次、今こうなっていて、で、今ですね、もう、これ、右側のこの、補助ネットワークの書き方、だいぶ、簡略化したんですけど、なんでかっていうと、S に接続していることか、T に接続していることっていうのの、この順向きの容量っていうのは、これ、実はこれすごく大きいので、まあ、頑張ればいくらでも流せるわけです。だから何かっていうと、その、増加度を見つけて、そこに流そうと思うんですけども、その流す量ですね。それを決めるのは、この真ん中のここら辺の、個の容量だけになってくるっていうことが、まあ、繰り返してみると分かってきます。で、今、そこだけ書いてます、ということになります。で、そうすると、ここに英語っていうこの小さな容量の個があるので、これを使うような増加度を取ってしまう。こんな感じで取ってしまうと、英語しか増やせないで、なかなか就職しないという形になっていくわけです。だから、就職者がなかなかこう増えていかないということになります。で、こう英語だけ流すとどうなるかというと、こんな形になりますと。こんな形になります。そうすると、また真ん中のあたりに見ると、ここになんか英語っていう、容量を持つような子っていうのが出てくるので、これを使うような、また、増加度をまた考えてしまう、上げるということをします。で、こんな感じで流しますと。流しますと。で、そうすると、英語しか増えないということがまた起きます。で、そうするとですね、何が起きるかっていうと、ここにですね、A6 ってのが出てきます。前戻りましょうかね。今ですね、まあ、戻ってもわかんないかな。今、この、S5O っていうのは、これ何なのかっていうと、S5O じゃないです。ちょっと待ってくださいね。今、順向きだから、これですね。今が、これ A0-S5O っていうのがあるんですけども、これがですね、実はですね、A6 なんです。なんでかっていうと、まあ、だからこれは今 A0-S5O っていうのは A1-AS、あ、プラス英語っていう、こういうものなんですけども、何かっていうと、まずですね、だからちょうど今、展開すると A0-A1-A3-A5 なんですけども、この A0-A1 っていうのは先ほどのこの前括式からこれ A2 なんですね。A2 で -A3-A5。そうすると A2-A3 っていうのはまたこの同じ前括式からこれ A4 になるわけです。A4 マイナス。で、A4-A5 はまたこの前括式から A6 になるという形になっていて、ここ今 A6 が出てきているということになっています。で、A6 があるので、次のページですね。この A6 を使うような、増加度を取ってしまうと、またその増える分が小さくなってしまって、なかなか大きくならないということになるわけです。こんな感じですね。っていうのをですね、繰り返していくんです。で、そうすると、どうなっていくかっていうと、こんな感じになります。はじめですね、A0 だけ増やすような、増加度を持ってきたんですけども、その後からは何が起きてるかっていうと、こういうような形で、A1 だけ増やす、なんだ？増加度。で、まあ、次もだと A1 だけ増やす増加度。で、次 A2 だけ増やす増加度。A2 だけ増やす増加度って形で、A1、A2、A3、A4、A5、A6。っていう、それぞれがですね、ちょうど2回ずつ、増えていくっていうような増加度を選ぶことができるようになってしまいます。で、これがですね、ずっと続くんです。だから次、その後も、同じパターンで A7 っていう量だけしか増やせないような増加度を2回選び、その後 A8 増やす増加度を2回選び、ってことが続いてきます。で、それどん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 続いていくことになります。で、そうすると、最終的に、ずっとそうですね、A8、A9、A10、A11 っていうふうに、どん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 その小さな値をどん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 積み重ねていくような形になっていって、いつまで経っても終わりません。で、その時に、流れの総量、値ってのはどんなふうになるかっていうと、はじめ A0 だけ流していると。で、その後は、AN を2回ずつ、N が1から無限大まで、足し続けるということをするわけです。で、先ほど AN って何だったかっていうと、これ R の N 乗だっていうものを書いてました。で、これちゃんと計算してあげると、これだから4.24になるはずです。ちょっとこれ、論文に書いてある数字とちょっと違うんで、多分4.24で合ってると思います。で、これに収束していくわけです。だけども、初めに言った通り、最大 ST 流の値、これ7なので、全然7に届かないところで収束してしまうということになります。で、何が言ってるかっていうと、まず止まらないです。この A1、A3、A5、A1、A2、A3、A4、A5、A6 っていう分だけしか増やせない増加度を永遠に選び続けます。終わらない。C、その
積み重ねていって、だんだん、その ST 流の値が大きくなっていくんだけども、その収束先は4.24にしかならなくって、最大 ST 流の値ある7には到底及ばないところでにしか行かないということになります。ちょっと、やっぱりこれ難しい例なんですけども、ややこしい例ではあるんですけども、これ今の話をですね、自分でですね、実際にやってみると、まあ、これは私自分でその論文読みながらやってみたんですけども、まあ、確かにそうだなということがわかるので、ぜひやってみてください。で、一般的な場合を見ます。だからまず、結論。この例においては、増加度が定数とは限りません。限らないっていうのは、悪い増加度を選んでいくと、こんなことが起きてしまうかもしれないということです。で、なおかつ、この増加度法によって得られる ST 流の値の収束先、まあ、4.2ですね。これが最大 ST 流の値には到達しないってこともあるってことです。こんなことが起きると。でですね。じゃあ、今、この前戻って、まあ、A1、A1、A2、A2、こんな形で増えていくんだってことを言ったんですけども、だから、まあ、奇数の場合と偶数の場合っていう感じのことがあって、まあ、一般的な場合ではどんな感じなのかってことをちょっと見てみます。まあ、こんな感じになってます。今ですね、N を偶数だとして、偶数だけ今もう流し終わった。AN を2回もう流し終わった後のことを考えるとですね、こんな形に、あれですね、補助ネットワークができることになります。で、そうするとここら辺に AN プラス1っていう容量を持つ子ができてきちゃうので、これを通るように流すと悪いこと起きそうだなということになります。で、実際に流すと。AN プラス1だけ流すと。で、そうすると、だから次こんな形になって、またここに AN プラス1というのが出てくるので、それを使うように流すと。いうことをすると、まあ、AN プラス1を2回流すことがまあできるけども、それはすごく小さな値になっているということになるわけです。で、その後の状況を見てみると、まあ、こんな感じになってて、ここにですね、AN プラス2っていうのが出てきます。で、これを使うような、増加度を通る。こんな感じですね。で、そうすると AN プラス2しか増やせないという形になります。はい。で、これ増加させた後見てみると、まあ、こんな形になって、これが今、補助ネットワークです。そうするとまたここに AN プラス2っていうのがあるので、これを通るような増加度を考えると、やっぱり AN プラス2しか増やせなくって、その増加分がすごく小さくなってしまうということになるわけです。まあ、こんな感じですね。で、これがですね、これうまくできていて、ちゃんとどんだけ繰り返していっても同じ構造が必ず生まれるようになっていると。いうことになっていて、今の言ったことですね、増加度法が停止しないということが分かるということになっています。という内容でした。まあ、これ難しいのでですね、細かく理解する必要はあんまりないかもしれませんけども、まあ、今、この例においてですね、皆さん、自分で、再構成しようと思えばできるので、まあ、興味ある人はぜひやってみてください。で、まあ、こんな例で、こういうことが起きるということがわかるということになります。はい。では、補足動画の2つ目、これで終わりになります。ありがとうございました。